次に渡辺総君、はい、渡辺君。立憲民主党の渡辺総でございます。基本法の質疑でございますので、ちょっとご容赦をいただき、最初に少し抽象的ですが、大臣の農政の現状に対する認識をお伺いするという趣旨で、ちょっと質問させていただきたいと思います。8日に立憲民主党が進める全国農林水産キャラバンで、鹿児島県の薩摩半島を訪ねました。このキャラバンは昨年7月からすでに全国13カ所を回って、農業者や関係者の方々の中に入って、党としてお話を聞かせていただいている取り組みであります。今回は野間理事を中心にですね、子牛の競りであったり、いちごや薬草栽培の現場、そして各種の意見交換をさせていただいてきました。その中で、私と同じぐらいの世代の男性の専業農家の方から、こんなご意見がありました。私が取ったメモをもとに、その方の発言の要旨をそのまま読み上げたいと思います。もともと役場に勤めていたが、実家の農業を継いだ。いつも稼ぐ農業を意識しているが、サラリーマン並みの収入を得るには、朝から夜まで休みもなく働くしかない。この国では、今でも農業者は生かさず殺さずなのだと実感している。大きい農家だけが生き残ればいいというシステムになることをとても危惧しているとおっしゃっていました。今回の基本法改正は、これから20年の農政の骨格をどうするかということを議論しています。今、その重要なポイントに立っているという認識をした上で、これまでの農政、これはまあ政治全体の責任と言えるかと思いますけれども、その結果として農業者が今、こういう心情に至っているということを大臣はどのように受け止められますでしょうか。坂本大臣。生かさず殺さずという、表現が出ること自体大変残念でありますし、そういうことを私たちはやっぱり考えない農政をしていかなければいけないというふうに思っております。で、いろんな方がやはりいろんな職業に就くときに、やはりそこは夢と希望と目標を持ってついていかれるはずです。で、その中でやはり目標に達しない、あるいはなかなか挫折をする、挫折せざるを得ない、そういうときはやはり再チャレンジできるような、そういう仕組みも作っているところでございます。私たちとしては特に農業の場合には非常にその発種から収益まで期間が長い、そして地域に貢献するものである、そして生命の源である農作物を作るものであるということで、さまざまな対応策をしております。農地に対しての取引の制限、あるいは税制、そして経営の安定所得対策、さらには収入保険等々で、私たちは農業の振興を図っているところでございますので、決して以前のような生かさず殺さずというようなことではなくて、稼げる人はどんどん稼いでいただきたい、そしていろんなチャレンジもしていただきたいというふうに思っております。それをさらにもう一歩前に進めるために、今回食料農業農村基本法を改正し、それに関連するさまざまな法案法律を提案しているところでございます。渡辺君。この方は中山間地でミニトマトや観賞、稲作をやっているという方でありました。で、あえてもう一度強調していると、ご本人としては稼ぐということを一生懸命意識しながら、日々農業に取り組んでいらっしゃるんだということを改めて強調しておきたいと思います。大臣には資材がわからない中で答弁するのも難しいものだったと思いますが、この政治サイド、我々政治サイドがこういう心情をですね、しっかりと理解しようとしているということ、そこは大臣からもよくのご答弁からも確認できたので、本当にありがとうございました。次の質問に移りたいと思いますが、9日のこの農林水産の委員会の中で、旧個別所得保障制度に関するやり取りがありました。同制度に関する評価は、それぞれの立場も考えもあるでしょうから、今日は限られた時間の中で、この場でその是非について議論をするつもりはありません。ただ、大臣の答弁の中で、旧個別所得保障制度の復活は、結果として需要に応じた生産を行うという農業者の努力を損なうリスクがあるという趣旨のご答弁がありました。議事録も何度も読みました。ただ、ここで聞いていると、前後のつながりも含めて、いまいちニュアンスがつかみづらかったので、再度ご説明をいただきたいと思います。坂本大臣。
9日の委員会での稲津議員への答弁は、主食用米の個々の販売農家に、生産数量目標を割り当てることを前提としていた旧戸別所得補償制度を復活させることとなれば、米の販売先との結びつきや輸出を含め米の販売先の開拓あるいは需要のある作物への転換など生産者や産地が取り組んでいる需要に応じた生産に向けた創意工夫や日々の努力にブレーキをかけることになりかねないことが懸念される旨を私が答弁したところでございます。現在の米政策では需要に応じた生産販売を行っていただくことを基本としております。現に多くの生産者や産地では生産される産地銘柄米などの需給状況や市場評価を踏まえながら生産性や付加価値の向上等の取り組みによりまして所得確保に向けた創意工夫がなされているところでありますので農林水産省としてはこうした生産者や産地の努力を後押ししてまいりたいというふうに思っております。渡辺君。はい。需要に応じた生産を行う努力というのは、つまりお米を作るか作らないか、販路をどこに求めるか、また水田で他の作物を作るかどうかなど、生産者が判断して取り組むことを努力というふうに表現をしたのかなと、そう理解したということで、理解すればいいのかということを確認したいと思います。その上で、改めて再確認ですが、戸別所得補償では、制度では、その努力は損なわれるというふうに大臣はおっしゃっていると理解したらいいでしょうか。坂本大臣。やはりブレーキがかかるというふうに思っております。渡辺君。はい。見解としては理解をいたしました。一方で、確かに自民党さんや公明党の皆さんなどの主張や政策とは異なるというのは分かっていますが、農水省としてここまで言い切って答弁で大丈夫なのかという気がちょっとしています。それは、そもそも今回の基本法の改正という取り組み自体が、農政を取り巻く環境の変化が早くなっているということを踏まえて行っているわけですね。と、環境が変化している中で、将来所得補償が必要だという政策転換が出てくる可能性は、一定程度予見されるわけでありますし、完全にそれを否定するということは誰にもできないと思います。にもかかわらず、ここまで、否定をするというのは、農水省という立場に立てばですよ、政策判断の可能性を無駄に狭めているだけではないかと、こういう答弁を繰り返すこと自体がですね、選択肢を狭めるという意味では、自らの首を絞めていることになるんじゃないかと、私はこの答弁はやっぱり打足ではないかという気がしています。ある意味でためにする議論に乗っかってしまっているんじゃないかという気がしますが、この中身については堂々巡りなので、今日はこれ以上やらないでやめます。ただ、この間のご答弁の中で、一つ看過できないことがあったというふうに思っています。それは、答弁の中で、補償を織り込んで取引価格が低く抑えられる、買い叩かれるということをですね、前提に答弁がなされていたというふうに思うんです。これは基本認識として問題ではないでしょうか。通告してないですが、大臣にお伺いをしたいと思いますが、旧戸別所得補償制度下で、取引価格が低く抑えられ、買い叩かれたということが仮に事実であった場合、買い叩くという行為は、あり方として、是認されて当然の行為であるというふうに、大臣はお考えになっているので、この間のような答弁になったんでしょうか。答弁の内容によっては、私はこれこそ、先ほど冒頭で紹介した農業者の皆さんの苦境をですね、許容してきた農政の現況の一つではないかというふうに思いますが、大臣いかがでしょうか。平方農産局長。大臣に聞いたんですか。はい、すみません、農林水産省とおっしゃられたので、前回の稲津先生の答弁の時はですね、21年、22年と比べて、その全銘柄平均でどうなったかというご質問をされて、でその中で、銘柄平均で値段が下がったということを、おっしゃっていただいて、それに対して大臣がコメントしたところなんですけれども、今おっしゃられたようにですね、取引価格が下がるということは、基本的に当時も農林水産省そうなんですが、
まあ、強引にこの個別所得補償が始まったから取引価格を下げるとかですね、あるいは優越的地位を利用してですね、取引価格を下げるように交渉するということに関しては、公正取引委員会とともに農林水産省としても、それは見過ごすことができないということで、通知を出して、周知をしたところでございます。ただ、一般的な取引の中でいろいろあって、で優越的地位ではなくということであれば、それはなかなか取り締まるそのものにはなかなかなり得ないんですが、ただ、優越的地位だとか、そういったものを利用してっていうことで、まあ、この機に乗じてっていうような、そういったことに関しては、注意喚起を今までも行ってきたところでございます。委員長。はい、渡辺君。今のご答弁であればですね、やはりこの間の委員会での質問で、そういう買いたたくという行為を前提に起きてしまうことが当然。というような答弁の組み立てはやっぱり大きな問題があるんじゃないかと思うんです。なぜ今このことを聞いているかというと、まさにこの買い叩くという構造は価格転嫁ができないということの象徴ですよね。で、そうであるにもかかわらずその構造を問題視しないで、それを是認するような答弁が続くのであればですね、そのこと自体がいかがな問題かというふうな気がするんです。そうしないと、今回の基本法改正の中で議論されている適正であったり、合理的な価格形成という問題に大きく関わると思うんですよ。さっき言ったようなことを前提に答弁をするような農林水産省が、本当にこの基本法の中で言っている適正であったり合理的なというような価格形成にちゃんと取り組むことができるのか、その本気度が国民から問われるというふうに私は思います。ですので、やはりこの間の答弁は、ちょっと前提としてはかなり荒っぽい答え方になってしまっているんではないかと思います。大臣、いかがですか。坂本大臣。それが前提となっているものではありません。やはり一般論として、取引価格への影響としてやはり懸念が あると、その懸念があることについては農林水産省としてはその懸念の払拭に努めなければいけない、そういうために、農林水産省としての、まあ、通知を出して、要するに有益的位置の活用にならないような、まあ、そういう状況をやはり私たちとしては防止をしなければならないということで通じたところであります。渡辺君。よく議事録読み直していただきたいと思うんですが、今大臣がそういうお考えであるということは理解をしようと思いますけれども、この間の答弁の前提はそのような説明にはなってなかったというふうに思います。買い叩かれるという行為で値段が下がるということがいわば当然、まあ、起きて当然、それは何というか前提となっているという、まあ、それ質問者の趣旨にもそういうことがあったような気もしますけれども、答弁もその前提を受け入れたものになっていたと思いますので、これ以上繰り返しませんけれども、ぜひ今、この基本法の改正を議論して、国民の皆さんがこれからの取り組みの信頼性をちゃんと担保できるのかということを思っている状況だと思いますので、ぜひご留意をいただきたいというふうに思います。次のテーマに移りたいと思います。水田活用直接支払い交付金のことについてお伺いをしたいと思いますが、この数年間、水張りをめぐる混乱なども含めて修正が加えられ、今も全国で活用されているこの水活でありますけれども、水田の維持、畑地化への転換促進も含めて、まあ、農地維持のためには欠かせない制度ということになっていると思います。まあ、現状を踏まえれば、数年間で制度の損廃を考えられるような状況にはとてもないというふうに私は思いますけれども、農水省の見解をお伺いしたいと思います。竹村副大臣。お答え申し上げます。ご指摘のとおり、水田政策につきましては、水田機能を維持しながら、稲麦、大豆等の作物を生産する水田については、水田でのブロックローテーションを促し、一方で、畑作物のみが連続して作付けされている水田については、一定期間の継続的な支援や、畑地化への基盤整備への支援を行っているところであります。現在、各産地の主体的な判断を踏まえまして、ブロックローテーションや畑地化の取り組みのいずれも後押しをしているところでありまして、令和9年度までにこれらの施策を集中的に推進をしてまいります。令和9年度以降、農水田政策につきましては、食料安全保障の強化を図るため、水田を活用した米、麦、大豆等の生産性向上や、食用米の需給調整を効果的に進めていく観点から、将来にわたって安定的運営ができる水田政策のあり方をあらかじめ示すことができるように、検討し、その実現を目指していく考えであります。渡辺君。まあ、今の講談の方の答弁の中身は期待をしたいと思いますが、私はやっぱり毎年毎年こう更新される制度ではなくて、
法律の裏付けがある形で、まあ、つまり法制化した方が農業者の皆さんも安心できるんではないかなと思います。まあ、この手の質問は我々の立場から繰り返しているわけですが、農水省は否定的でありますが、改めて法制化を否定する理由をですね、ご説明いただきたい。竹村副大臣。はい、お答え申し上げます。水田活用の直接支払い交付金につきましては、水田機能を維持しながら、稲麦、大豆等のブロックローテーションや、米粉や輸出促進など、米の新たな需要に応じた生産を進める上でも有効なものでありますが、これまでも輸出用をはじめとする新市場開拓用米等に対する支援の導入や、飼料用米の多種品種、米粉用米の専用品種への誘導など随時見直しを行ってきたところであります。今後とも主食用米の受給状況や麦大豆等の生産拡大の目標等にを踏まえ、状況に合わせた支援を機動的に行うためには法制化はなじまないものと考えております。以上です。渡辺君。はい、ありがとうございました。まあ、実は最近ですね、何度も農業に深く関わる立場の方々から、まあ、その役職名や立場を明かすとちょっと問題になりそうな方々から、この水活について、まあ、制度の大前提が実は全く理解されていないのかな、まあ、誤解曲解されているのかなと思うしかないような話にをこう続けざまに聞きました。まあ、つまり水田としての機能維持が大前提であるということ自体がよくご理解いただけてないのかもしれないなというふうに感じたところであります。まあ、そこでちょっとふと考えてみて思ったんですが、まあ、この制度は長く米からの作付け転換のこう支援するような各種制度の流れを組んで始まってきていているとものだというふうに理解をしていますが、まあ、そういう経緯も相まったのか、まあ、そもそも制度のスタートの時点から制度の趣旨が正しく周知されてこなかったのではないか、頑張って伝えようとしたんでしょうけど行き届かなかったということかもしれません。まあ、だからこの数年間の水張りをめぐる制度的な混乱も招いたということであったと思いますし、まあ、今でも水張りできなくても制度維持を求めるというような声が消えないというのもそこに起因しているんじゃないかなという気がします。まあ、勝手に想像すると農林水産省も当然農業者の生産を守って米以外のものの生産も促さなければならない、一方で農地維持も一生懸命やろうという理屈の中で、まあ、必要に迫られて本来の目的をきちんと伝えるよりも、まあ、その場その場の対応、まあ、その場しのぎというかを優先してしまった結果、制度趣旨をきちんと伝えることに課題が残ってしまったんじゃないかという気もします。まあ、大臣にお伺いをしたいと思うんですが、まあ、この数年間のいろいろあった混乱も含めてですね、大臣もこの間ブログに書かれていらっしゃいましたが、今も残る制度への誤解も含めた上で、まあ、私が今指摘したような構造に陥っていなかったのか、そういう側面があったのではないか、まあ、いわばこの制度をめぐる今までの状況の総括を大臣に伺いたいと思います。坂本大臣。この交付金は名称そのものが水田活用直接支払い交付金ですから、交付対象は水を張る水田と、まあ、いうことは、まあ、これは農業者の皆様方もまずは初期の時点でご理解いただいているんだろうと、まあ、いうふうに思います。そして農林水産省は財務省の予算執行調査におきまして、米の生産ができない農地への交付事例が指摘されたことも指摘されたこともありまして、こういったことも受けまして、交付金の目的に即した適正な執行が行われるよう随時と交付金の見直しを行ってきたところです。で、まあ、これまで非常に、まあ、その辺の水田をいかにして活用するかというような思いが、まあ、長年の中で、やはりその要するに境目といいますかね、そういうのが考え方の切り替えというのがなかなか難しいと、まあ、いうこともありまして、見直しにあたりまして、令和3年秋から約1年間をかけまして、多くの農業者、そして自治体、農業団体の方々から現場の意見を伺いながら、まあ、次のような対応にしたところでございます。水田機能の確認を具体化をしてほしいという行為に対しましては、やはり水筒作付けによる確認することを基本としながら、淡水管理を1
ヶ月以上ですから、この1ヶ月だけでも相当な論議になりました。この1ヶ月以上行い、そして連作障害による収量低下が発生していない場合は、水張りを行ったものとみなすと。また、畑作物が連続して作付けされている水田につきましては、産地化に向けた一定期間の継続的な支援が必要との声を踏まえまして、畑地化促進事業14万円かける2万円かける5年間を、措置をしたところでございます。このようにできる限り1年をかけて、現場の声を反映してきたところでございます。現場での浸透は今後も必要と考えておりまして、引き続き現場の皆様に寄り添って、現場の課題や問題を丁寧にお伺いをしながら、今後の周知に努めてまいりたいというふうに思っております。渡辺君。はい、制度の説明は分かっているつもりでありまして、問題は長い経緯の中で、今言ったような側面がいかがだっただろうかというのが、ちょっと聞きたいところでありましたが、いい方に改善するって、農業を継続してありますし、作物ができるのには一定以上の時間がかかって、自然環境のこともあるので、いい方にこう少しずつ改善するっていう、こう幅を持っておくことはとても大事だと思うんですが、一歩間違うと、やっぱりこれが微方策の繰り返しみたいになってしまって、根本的な治療ではなくて、カット板を上から貼り続けるみたいなことになっていないのかということをチェックする目も必要ではないかというところで、指摘をさせていただいたところであります。時間がないので次の質問に行きますが、畜産における粗飼料の国内確保について質問します。食料自給率の向上を考えるときに、畜産に必要な飼料をいかに国内で賄うのかというのは重要なポイントだと思っています。特に、海外からの飼料の価格高騰が続いている近年というのは、その推進を図る上ではいいタイミングではないかと思いますし、当然食料安全保障にも資すると思います。農耕飼料はちょっとハードルが高いとしても、粗飼料は現状でも 78% 程度の自給ということになりますので、決して非現実的な目標だとは思いません。ただ現状を見ると、この10年、粗飼料の自給率はほぼ横ばいというのが続いていますが、この原因はどうお考えでしょうか。舞立政務官。粗飼料自給率の横ばいの原因ということでございますけれども、畜産経営の規模拡大が進む中で、飼料生産に適した農地が限られており、利便性が高い飼料作付け地の確保が困難な上に、飼料生産にかける労働時間や手間の確保が難しい等々の要因により、横ばいで推移してきたものと考えております。委員長。渡辺君。はい、国は令和12年度の目標として、粗飼料については自給率 100% を目指していますが、仮にこの目標が達成できたときに、食料自給率全体の改善にはどのぐらい貢献するという見通しですか。舞立政務官。仮に粗飼料自給率以外の数値は変化しないとした場合に仮定した場合に、粗飼料自給率 100% に上がったら食料自給率は 0.5% 向上することになります。はい、委員長。渡辺君。分かりました。じゃあちょっと一問飛ばします。国の取り組み聞くつもりでしたが、それを飛ばして、宮崎県では、全国有数の畜産県でありますけれども、今年度から国の目標よりも早期の令和8年度に粗飼料自給率 100% を達成するということで取り組んでます。これは昨年あったサミットの農村会合の宮崎アクションを実践しようという取り組みであります。で、宮崎県では令和3年度のデータで粗飼料の自給率が 88%、全国平均よりも10ポイントぐらい高いという状態でありますけれども、20万5000 TDN トンを24万 TDN トンに増やすという計画をしています。今こう、田んぼにすき込まれてしまっている稲わらをちゃんと回収できるような仕組みを作ろうとしたりとか、県内に47ある、コントラクターのオペレーションの人材確保、またちょっと県内での広域化などにも取り組もうというふうにしていますが、こういう国の対策の先を行く、早期に粗飼料の 100% 自給を目指そうとする自治体の取り組みをどのように評価されるでしょうか。大臣にお伺いします。坂本大臣。粗飼料というのは今まで安かったんです。そして簡単だったんです。ロットで、やはり輸入の灌木層が一気に来ますので、棚に上げていればいい、そしてそれを崩して、牛にやればいい、あるいは乳牛にやればいい、そういうような時代だった
ったんです。しかしやはりこれが急激に高騰をいたしました。そのことによりましてやはり粗飼料の国産化というのはこれは待ったなしで迫られることだというふうに思っております。そういう中で宮崎県さんが 100% の粗飼料の需給をやられる、これは高く評価できるというふうに思っております。そして今後も国産飼料の生産利用拡大につきましては自治体の活動がも非常に重要であるというふうに思っておりますし、それぞれの JA や個々の農家の取り組みも重要であると思っておりますので、今後も十分話し合いをしながらこの取り組みを進めていただき、さらにそれが全国的な広がりを見せればというふうに思っております。渡辺君、はい、ありがとうございます。大臣今お話しあったように価格差が縮まっているからこそ好機だと思うんです。で、やっぱりその畜産に関わる皆さんや生産者の皆さんも安心で安全なに近くでできた粗飼料をもとに生産したいという思いは強くあられると思いますので、しっかり国としてもぜひ、機運をしっかり高めていくことによって実現は不可能ではないと、そしてこの基本法改正の理念にも沿う方向性でありますので、しっかりご支援をお願いしたいというふうに思っています。この後獣医師確保についてもちょっとお伺いをしたいところでありまして、いくつかの質問を予定しておりまして通告もしておりましたが申し訳ありません、1点だけお伺いしたいと思います。確保が大変深刻だというのは先日野間委員の質問でもあったところであります。特に公務員獣医師の確保、産業動物を見る先生方の確保、大変難しい状況にあると思います。その中で先ほどもから言ってますが、宮崎県では宮崎大学の農学部の獣医学科に地域枠を今年度から作るということにして、大変大きなお金も出しながら県庁の獣医師さんになってもらうための対策などを始めています。やっぱり畜産と必ずセットで必要な獣医師さんの確保だと思いますので、その重要性、ことの自治体の取り組みについて農水省としてはどうお考えでしょうか。安岡消費安全局長。お答え申し上げます。ご指摘のとおりですね、産業獣医師の確保というのが地域によっては非常に困難になっているということは、私ども非常に問題だというふうに承知しているところでございます。農林水産省ではですね、地域の産業動物獣医師の確保のため、地域で産業動物獣医師に就職することを条件に就学資金を寄付するであるとかですね、実際に産業獣医師の方々、獣医師学生の方々にですね、こういうその産業動物分野の関心を高めてもらうためにインターンを行うだとかですね、実際ペットと違って移動時間が長いということがありますので、遠隔診療を導入するであるとか、さらには女性獣医師の職場復帰、再就職しやすくするような研修を行うなどですね、確保に向けた支援を行っているところでございます。一方で宮崎県のお話がございました。宮崎、実際国の支援を活用するというお話がございましたとおりで、県においても獣医師に対する手当の充実だとか、仕事分の PR 動画の作成などいろんな独自の取り組みをしていただいているというふうに認識をしてございます。非常に積極的に取り組んでいただいている例だと思います。農水省ではこうした各県の優良事例なんかも共有横展開しながらですね、引き続き都道府県と連携しながら産業動物獣医師の確保に取り組んでいきたいと考えております。渡辺君、はい、時間になりましたので終わります。ありがとうございました。